イスラボニータは日本の競争馬である。場名の意味はスペイン語で美しい島。主なカチクラは2013年の東京スポーツ杯2歳、ステークス、2014年の共同通信杯、サツキ賞セントライト記念、2017年のマイラーズカップ、阪神カップ。2013年東京スポーツ杯2歳、S6 月2日に。 東京競馬場の芝1600メートルの新馬戦で、エビダーマサヨシを安状に、デビュー、2番人気に押された。スタートで出遅れるも、最終コーナー付近で徐々に前へと進出し、直線では楽に抜け出し、最後は2着に一馬身1、4差をつけて、デビュー戦を飾った。続く、新潟2歳ステークスでは、またしても出遅れを喫してしまうが、直線ではバグンを割いて、足を伸ばし、 前を捉える体勢に持ち込んだ。しかし大外から、ハープスターのゴ足が炸裂し、最終的には、続いて、東京のイチョステークスに出走。今度はスタートは出遅れず、好意で競馬を進め、直線では楽に抜け出すと追いすがるウィン・フェニックス、クラリティシチー、里のフェラー・リラを抑えて2勝目を飾った。続く、東京スポーツ杯2歳ステークスでは、 あとに2017年の安田記念を制する、里野原人に次ぐ2番人気に押された。前目からの先行の競馬となり、直線では隙を伺い残り300メートルあたりで、前へと進出。最後は、地方所属馬のプレイリアルとの競り合いを、首させし、重傷初制覇を飾った。勝ち時計の1、45.9は、東京競馬場、芝1800メートルの2歳。 コースレコードを0.1秒更新した。年内初戦として出走した、共同通信杯では一番人気に支持され、レースでは絶好のスタートから手綱を抑えつつ、行為を追走。直線では残り200メートルあたりで粘る里のアラジンをかわし、内から猛追してきた、ベルキャニオンをしのぎ切り、2着に一馬身1、4差をつけて、勝利。重賞に連勝となった。 2014年4月20日、サツキパドックこの後、トライアル競争には出走せず、そのままサツキへ直行することになった。初の右回りを懸念する声もあったが、圧倒的な人気に応えて、弥生賞を制したトゥザワールドに次ぐ2番人気に押された。レース本番では、コースタートを切り、道中は中段を追走。4コーナーでは、前の馬に高欧するように順位を上げ、 最後の直線では残り200メートル付近で逃げ粘る、ワンアンドオンリー、ウィンフルブルームをかわすと、追いすがるトゥザワールドをしのいで一馬身一、四差をつけて優勝。四連勝でクラシックのタイトルを獲得した。安城の海老名正義は19度目の挑戦で、さつき賞初制覇。また管理する栗田調教師にとっても開業34年目にして、 念願のクラシック初タイトルをダッシュした。さらに、富士奇跡3区にとってもこれがクラシック初制覇となった。その後は2週間の短期放牧に出され、迎えた日本ダービーでは2冠制覇が期待され一番人気に支持された。レースでは駅前が大逃げを図る中で、道中は先行策を取る。 駅前が4コーナーで競争中止した後も自らの順位は揺るがず手応え十分で迎えた最後の直線ではいち早く先頭に並びかけるもその外から追い上げてきたワンオンリーに先頭を譲られ必死に抵抗を試みたがゴール寸前で失速し3、4馬審査の2着に敗れた安状のエビナは22度目の挑戦にしてまたも栄誉をつかみ損ねたが その開墾を押し殺して、うちがいいばば。こっちは、外の分、楽に入っていけなかった。枠が逆なら、着順も逆だったと、第一声をあらわにした。また、やるべきことは、すべてやった。かわされても馬は抵抗したし、負けても強い内容。秋にリベンジしたいと発言し、ショックを背負いながらもそれを強靭な意志で振り払い、今後に期待を馳せた。 ダービー後は一度放牧に出し、栗田調教師はオーナーサイドと協議した結果、菊花賞には出走せず、毎日王冠から天皇賞のローテーションを本戦に定め、調子次第では札幌記念出走の可能性もあることも示唆したが、毎日王冠は安倍捨て重量戦で、GI 勝利場は、金量が2ラム増加するため見送ることになり、秋は、 キッカショートライアルのセントライト記念から指導することが6月27日に表明された。セントライト記念は中山競馬場が改修工事を行うために2002年以来12年ぶりに新潟競馬場で催され最終オッズ1.4倍の圧倒的な支持を集めて一番人気となった。レースでは道中は常時6番手で手応えをつかみ4コーナーから前へと進出し、 最後の直線では先に先頭に立ったトゥザワールドを残り150メートル付近でかわし、そのまま束を突き放し2着に一馬身1、4差をつけ、優勝した。この勝利で一度は、ダービー後に企てたプランを撤回して、オーナーの吉田テ也は、菊花賞で二冠制覇を目指すことを明言したが、29日に改めて協議した結果、天皇賞に照順を戻すことを表明した。 なお、天皇賞では、エビナがフェノウメノに、戦役で起乗するため、クリストフルメールに乗り換わることになった。迎えた、天皇賞では、GI6 賞を誇る除血ジェンキルドンナを抑えて一番人気に支持された。先行馬としては不利の外枠である7枠15番からの、スタートとなったが、まずまずのスタートから、 ジェンキルドンナと馬体を合わせる形で三番手と先行し四コーナーにかけては馬群の隙をついて進路を確保し直線ではその進路で逃げ粘るカレンブラックヒルと当選冗談を交わしいち早く先頭に躍り出るその後はジェンキルドンナとの壮絶な叩き合いが繰り広げられイスラボニータが優勢であったが外からスピルバーグの末足が炸裂し二頭をたたく間に抜き去り イスラボニータ自身もゴール寸前で失速し、ジェンティルドンナにもわずかにかわされ、三着に敗れた。自走にはジャパンカップを選択。天皇賞で共に追い比べを演じたジェンティルドンナが3、連覇が期待され一番人気に支持されたのに対し、イスラボニータは5番人気となった。また、安状にはエビナが戻った。本番では、道中注意手応えで走り、直線では、 絶好のポジションにつけたが、エビナがゴーサインを出してからの足が鈍く、デビュー以来初めて掲示板を外す吸着に敗れた。この敗戦について、栗田は微妙に距離の影響もあったかもしれないとコメントしている。有馬記念には出走せず、そのまま放牧に出された。2015年1月6日に行われた、2014年度 JRA 賞受賞馬選考委員会において、 最優秀3歳母バに選出された。ダービーは、ワンオンリーに61票差をつけての選出であった。4歳となったイスラボニータには、今春は、中山記念から指導し、三 k 大阪杯を経て、安田記念を本番としたローテーションが組まれることとなった。年内初戦の中山記念では3歳児の活躍から、堂々の一番人気に押された。 向こう正面まででは行為につけ、直線では4番手から外を追って先段を捉えようと、するも、この日昼前から降り出した豪雨による馬場状態等も影響したのか、残り100メートルで力尽き5着に敗れている。その後、大阪杯を目指し調教が進められていたが、3月27日の調教後、左前急節に微熱を持っていることが確認され、31日に、 なっても熱が引かないために、大事を取って、同レースを回避することになった。その後レントゲン検査を行ったところ、骨には異常がなく打撲であることが判明した。放牧に出して熱が引き、順調に体調が回復し体制が整うようであれば、安田記念に出走すると示唆したが、5月になって一旦は良くなった。玉節の熱感が再発したため、春の最大目標であった。 安田記念も回避することが正式発表された。長期休養を終えたいスラボにいたは、秋は毎日王冠から再始動することになった。実に7ヶ月不利のレースとなり、その影響もあってか単勝人気は7番人気に止まった。レースでは、永心光のスローペースの逃げの中、道中は中段3コーナー付近からは先段に取り付いて手応えをつかんだ。 直線半ばでは、逃げ粘る衛心光を猛追するも、残り50メートル付近で力尽き、その後退が響き、ディサイファに、外から、首差で差し切られ三着に赤敗した。続いて、天皇賞に向かったイスラボニータだが、このコースで不利とされている外枠を引いてしまい、毎日王冠を前線しながらも人気面でも6番人気と、復平の息を出なかったが、ここでは、 レース道中では相手やや後方に控える競馬を選択し、直線で馬群の隙をうかがい進路を確保すると、後方から外を回して、先に抜け出したラブリーデーをステファノスと共に吸収した。ステファノスの足がイスラボにいたよりも先列だったことから、ラブリーデーやステファノスに先着するには至らなかったが、その外から迫る後にジャパンカップ覇者となる。 湘南パンドラはしのぎきり三着に入っている。天皇賞の後は、マイルチャンピオンシップ、ジャパンカップ、有馬記念と三つの選択肢があったが、陣営が選んだのは、中二周となる、マイルチャンピオンシップであった。新潟二歳ステークス以来のマイル戦であり、また、関西圏の競馬も初めてであったが、一番人気に、支持された。レースでは伸び上がるようなスタートで出遅れてしまい。 天皇賞と同様に中段のやや後方を追走する形となった。最後の直線では残り200メートル付近から内で進路をとって猛然と追い込んでくるも、外からのモーリスやその間から抜けてきたフィエロに湧くし、三着に敗れた。同馬はこの小山元トレーニングセンターに放牧に出された。一度も入着は外さず、三回連続三着と、 堅実な成績こそ見せたものの、結局4歳児は未勝利で終わったことになった。この年も、中山記念から指導するが、道中中段から直線では外に位置するも、制裁を書き9着に沈んだ。その後、前年は、脚部不安で出走できなかった大阪杯、安田記念へ今年は、出走を果たすも、道中で位置した順位を直線で上げることができずに、共に5着に終わっている。 続く、クリストフルメールに乗り換わった、フジステークスでは、道中はナイラチ沿いを走り、直線でうちに進路ができると、休み明けや 58kg の近量をものともせず、先に抜け出した、ヤングマンパワーを持つい、最後は、力尽きるも2着に検討した。またこのレースから、アンジョワルメールに定着するようになった。自走、マイルチャンピオンシップでは、イスラボニータにとっては、 絶好枠となる打ちすぎず外すぎずの4枠8番を引き当てた。陣営はこの枠について、この枠なら打ちを見ながら進められる。絶好枠と思っていいんじゃないかなと語った。迎えたレース本番では、里のアラジンに次ぐ2番人気に押され、道中では先段に取り付き、直線では高ポジションから逃げ粘るミッキーアイルやネオリアリズムを吸収。 しかし順位が変わるかと思われた矢先にミッキー・アイルが盛り返し、その後も猛然と迫るが、わずかに頭差届かず、2戦連続の2着となった。年内最終戦として参戦した阪神カップでは、ミッキー・アイルに次ぐ2番人気に支持される。ややで負け気味のスタートとなったが、そこから2番手まで押し上げ、4コーナーから直線入り口にかけて逃げたミッキー・アイルに接近し、 直線でいち早くかわすとそのまま押し切ろうかという横綱相撲を繰り広げた。しかし残り100メートル付近で7番人気の副兵。2017年の指導戦はマイラーズカップに定め、赤配続きに終止符を打とうと陣営は早めの段階から入球して仕上げる作戦を取った。迎えたレース本番ではエアスピネルに次ぐ2番人気となった。 コースタートから道中は中段に位置し、向こう正面から積極的に前へと進出すると、直線ではバグをさばきつつ、粘るブラックスピネルやヤングマンパワーを差し切り、最後は外から追いすがるエアスピネルを半端に差し伸び、3歳児のセントライト記念以来2年7ヶ月ぶりの勝利を飾った。続く安田記念では復活劇が印象付けられたことや、 安城のルメールに4週連続 GI 制覇という、史上初の偉業がかかっていることから、エアスピネルラを抑えて一番人気に支持された。コースタートから道中は、馬群の中ほどに取り付き直線を迎えるが、馬群に揉まれ、馬群から進路を確保することができずに発着に沈んだ。秋初戦の富士ステークスでは、先行は不利の外枠となってしまうも、 上位人気争いが混沌となっている中で4番人気となった。道中は先行策を取り、先に抜け出したエアスピネルに抗互するように直線の矢先までは順位を上げ、直線ではエアスピネルを徹底的に追い詰めるが、かわすまでには至らず、前年と同じく2着となった。続くマイルチャンピオンシップでは1番人気に支持され、道中は後方で待機し直線で、 先段をかわそうとするも、束に接触するアクシデントもあり、懸命に追い上げるも誤着と、掲示板を確保するのが、やっとという結果になった。マイル CS5、陣営は、イスラボニータを自走の阪神カップを持って引退させる、ことを公表した。迎えた、阪神カップ本番では、4連勝と勢いに乗るモズアスコットに一番人気は、譲ったもののそれに次ぐ2番人気となった。 集団からレースを進め、内ラチ沿いを追走し自らの順位を維持したまま、迎えた直線では、馬群から進路を伺う形で少しずつ前へと進出し、壁となっていたダンスディレクターがいち早く先頭に立つと、そこから生じた進路をうまくついて鋭く足を伸ばし、最後はダンスディレクターを花さかわして、勝利、優秀の美を飾った。また、勝ちタイム1分19秒後は、 桜爆心王を0.4秒上回るコースレコード更新となった。引退後は北海道の八代大スタリオンステーションで種ボバ生活を送ることとなった。ありがとうございます。